気象庁によりますと、日本の南の海上に発生した熱帯低気圧は29日午前9時には台風に発達するとみられます。台風に発達すれば台風18号になる見込みです。29日午前9時時点では中心気圧が1400ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が15メートル、最大瞬間風速が23メートルと予想されています。台風は沖縄接近後に北上見込み、台風はその後発達しながら北上する見込みで、現時点では予報円がまだ大きく、はっきりとした進路は分かっていないものの、予報円の中心を進んだ場合は29日から30日頃に沖縄の大東島地方に接近した後、進路を東寄りに変えるとみられています。雨風シミュレーション9月28日水曜日から10月3日月曜日。台風は東側に発達した雨雲を伴い北上する見込み。28日午前のデータを元にしたシミュレーションで、今後大きく変わる可能性があります。